企業の努力を知り、明日へのパワーをもらおう。皆さんこんにちは。10分で知る企業の歴史のことです。今日ご紹介する企業はオーディオ機器やビデオ機器の製造を手掛ける日本の電機メーカーであるビクター。高品質な音響製品や映像機器で知られ、特に VHS ビデオシステムの開発で名を馳せました。この動画を見終わった後には、ビクターがどのようにして幅広いオーディオビジュアル製品を提供する企業になったのかを知ることができるでしょう。それでは始めます。日本ビクター株式会社、現在の JVC ケンウッド株式会社は1927年に設立されました。この会社はアメリカのビクタートーキングマシンカンパニー、後の RCA ビクターの日本法人として設立されました。設立当時の名称は日本ビクター蓄音機株式会社でした。ビクタートーキングマシンカンパニーはアメリカで1901年に設立されました。設立者はエルドリッジ・ジョンソンで、これはエミール・ベルリナーとの提携の結果生まれた会社でした。ベルリナーは蓄音機の発明者の一人であり、ディスクレコードの発明者でもあります。1929年にはビクター・トーキング・マシン・カンパニーは RCA レディオ・コーポレーション・オブ・アメリカに買収され、 RCA ビクターとなりました。この合併により RCA ビクターは蓄音機、ラジオ、テレビを含む広範なオーディオビジュアル製品の大手メーカーへと成長しました。日本ビクター設立の背景には、1920年代の日本における蓄音機及びレコード市場の急速な成長があります。日本での市場拡大を目指すアメリカのビクター社は、日本国内での生産拠点を持つことで関税の問題を回避し、製品のコストを削減することができると考えました。日本ビクターの設立当初の主な事業はビクター社の蓄音機やレコードの輸入販売でした。しかし、やがて自社で製品の開発と製造を開始し、日本国内でのビクターブランドの製品を製造・販売するようになりました。日本ビクターは日本市場に適した高品質なオーディオ製品を開発し、日本のオーディオ文化の発展に大きく貢献しました。また日本ビクターは JVC ブランドで国際市場にも進出し、テレビやビデオ機器などの分野でも成功を収めました。アメリカのビクター社から始まった日本ビクターは、高品質なオーディオ製品の提供を通じて日本の音響機器業界の発展に大きく貢献しました。特にビクターの象徴であるニッパー犬とヒズマスターズボイスの商標は日本ビクターの製品にも使用され、同社の象徴として広く認識されています。1889年、イギリスの芸術家フランシス・バラウドがビクターマークのオリジナルイラストを制作しました。フランシスの兄マーク・エッジ・バラウドが亡くなった後、フランシスはマークの賢明なフォックステリア・ニッパーを引き取り育てました。フランシスの家にあった蓄音機でマークの録音を再生した際、ニッパーは蓄音機の保温に耳を傾け、懐かしそうに亡き主人の声に耳を傾けていました。この光景に感動したフランシスはこの瞬間を絵に描き、初めはシリンダー式蓄音機が描かれていましたが、後に円盤式蓄音機に修正されました。この作品にはヒズマスターズボイス、彼のご主人の声というタイトルが付けられました。ちなみに CD ショップで有名な HMV はこの作品名であるヒズマスターズボイスの頭文字を取って社名にしています。円盤式蓄音機の発明者であるエミール・ベルリナーはこの絵に感銘を受け、1900年にそのまま商標として登録しました。この歴史的なマークは最高の技術と品質のシンボルとして広く信頼され、愛され続けています。ビクターの大型スピーカーシステムはゼロシリーズの解像力と SX シリーズの音場感を融合させるために開発されました。全ユニットにアルニコマグネットを使用し、優れた磁気特性を生かしています。低域には 31.5cm コーン型ウーファーを、中域には 8cm ドーム型スコーカーを、
広域には3センチメートルドーム型トゥイーターを搭載。各ユニットはピュアダイヤモンドセラミックスなどの先進素材を使用し、クリアな音質を実現しています。ユニットフレームは光合成のアルミダイキャストを使用し、振動を抑制。ネットワーク部は3分割配置で高帯入力、低歪み率を目指し、 OFC 線を使用して音質劣化を低減。キャビネットは剛性の高いカラマツを使用し、内部構造はモーダル解析に基づく補強構造で低域のクオリティを高めています。内部の吸音材には振動ノイズを抑える 100% ウールを採用。サランネットは音響反射を低減する設計。別売の専用スピーカースタンドはブナ材の圧縮積層合板で製造され、音質チューニングが可能です。このシステムは細部に至るまで音質を追求したビクターの技術力の結晶です。ベータはソニーが1975年に発売したビデオフォーマットです。小型で高画質を実現したベータは初期のビデオテープ市場で大きな注目を集めました。そのコンパクトさと優れた画質はユーザーに新たなビデオ体験を提供しました。一方でビクターが開発した VHS は1976年に登場しました。 VHS は長時間録画が可能で、特に家庭用市場を意識した設計でした。初期は画質やサイズでベータに劣っていましたが、その長時間録画能力とビデオテープの低コスト化により徐々に市場シェアを拡大していきました。ベータは初期の優位性にもかかわらず、市場のニーズに応える VHS の戦略が功を奏し、80年代半ばには VHS が市場をリードするようになりました。特に映画レンタル業界の VHS 寄りの動向はこの戦争の行方に大きな影響を与えました。 VHS は録画時間の長さやより幅広い製品ラインナップを提供することで消費者のニーズに合致しました。一方ベータはより小型で高画質を提供し続けましたが、市場の主流にはなれませんでした。 VHS の市場導入初期には年間売上が1000億円台だったものの、その後6年間で平均年間成長率 40% を達成し、売上は6000億円台にまで拡大しました。同時期に利益も4年で10倍に増加しました。ビクターは VHS の国際市場への進出に合わせて海外でのビジネス拡張に着手し、複数の国に生産・販売のための現地法人を設立しました。さらに世界各国の AV 企業に技術を供与することで JVC ブランドの地位を固めました。ベータはソニーのほかに東芝、三洋、NEC、富士通ゼネラル、アイワ、パイオニア。 VHS はビクターのほかに松下電機、シャープ、三菱電機、日立、船井、これらの企業が加わってビデオフォーマット戦争が行われました。このビデオフォーマット戦争は今日のデジタルメディアの進化に多大な影響を与え、オーディオビジュアル業界の歴史において重要な節目となりました。1990年代から2000年代初頭にかけて、日本ビクターはビデオ業界での困難に直面しました。円高の影響と VHS に代わる新しいメディア形式である DVD との市場競争が業績に大きな打撃を与えました。DVD の普及は特に痛手となり、2000年代に入ると液晶テレビと DVD レコーダーが広まる中で、日本ビクターの主力製品であった VHS ビデオの市場が急速に縮小しました。結果として日本ビクターは企業としての独立を維持するのが難しくなり、2008年にケンウッドとの経営統合を選択。 JVC ケンウッド株式会社となりました。 JVC は日本ビクター株式会社の直訳であるジャパンビクターカンパニーの頭文字を取ったもので、ビクターが古くから海外向けに使っていたブランド名です。現代のビクター、 JVC ケンウッド株式会社は日本を拠点とする大手エレクトロニクス企業となっています。
ビクターのブランドコンセプトは Pursue Ultimate Originality、 独創を極めるという意味です。ビクターブランドは日本国内専用ブランドとして日本国内のみで展開されています。今回は高品質な音響製品や映像機器で知られ、特に VHS ビデオシステムの開発で名を馳せたビクターについてご紹介しました。このチャンネルでは様々な企業の歴史をご紹介していきます。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。